はい、というわけで藤枝東高校サッカー部の皆さんに来ていただきました。本日よろしくお願いします。お願いします。激坂チャレンジ、通称激チャレ、なんか YouTube で見たことあるよって方、ありがとうございます。多分先輩も何回か多分チャレンジしていただいたと思うんで、ぜひ先輩の記録、そして、今のところ最高記録7回なんで、それをちょっと超えられるように頑張ってほしいなと思います。ポジションとお名前お願いします。ポジションはサイドバックで河野隼人です。得意なプレーとかありますか？オーバーラップからのクロスです。おお、いいですね。今回バーテーチャレンジなんですけども、はい、自信ほどはいかがですか？全然ないです。全然ない全然ないです。なるほど。目標回数何回ぐらい狙いましょうか？まあ2回です。おお、ちょっと謙虚にいく感じでなるほど、ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。お願いします。それではいきます。よーい、残り5、4、3、2、1。小山啓太です。センターバックやってます。身長何センチですか？187センチあります。お、すごいですね。高いですね。昔からでかかったですか？昔から大きくて、はい、高校でもちょっとずつ背伸びた感じですが、はい、今はさすがにもう止まってる感じ、はい。得意なプレーあります？ロングボールが得意です。お、いいですね。フィードキック。バーテーも自信のほどはどうですか？まあ3回ぐらい当てたいなと思ってます。ぜひ頑張ってください。お願いします。それではいきます。よーい、おー、来た、よし、これ5、4、3、2、1。と、武田陸です。サイドハーフやってます。お、いいですね。なんか得意なプレーありますか？得意なプレーはカットインからのシュートです。おお、どっちのサイドが得意ですか？左サイドが得意です。左サイドから内カットで、右足でみたいな。はい、おお、いいですね。今回バーテなんですけど、なんかいろんな球種で狙えるじゃないですか。ちょっとこう巻いたりとか、はい、ストレート系とか、どういう感じでいきましょうか？いや、今回は普通にストレートにバックスピンで。ああ、そういう感じで。ぜひ目標回数は何回ぐらい目指しましょう？まあ、できるだけ多く合わせて7回に近づけるように頑張ります。ぜひ頑張ってください。お願いします。お願いします。それではいきます。よーい。残り5、4、3、2、1。お名前とポジションお願いします。野田慎太郎です。ポジションはボランチです。ボランチ、得意なプレーありますか？運動量を生かして守備です。あ、いいですね。なんか参考にしてる選手とかいますか？参考にしてる選手はカゼミロです。おお、なるほどなるほど、はい、そういうプレースタイル目指してるところですね、はい、いや、いいです。目標回数何回ぐらい狙いましょうか？4、5回ぐらい。4、5回ぐらい。ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。お願いします。よーい。すごい。テンポ。残り5、4、3、2、1。秋山龍之介です。ゴールキーパーです。得意なプレーはありますか？得意なプレーは足技です。足技？はい。お、あのリフティングとかってことですか？リフティングとかドリブルとか、パスも含めて。お、あ、なるほど。足元、足元結構ビルドアップとか結構得意ってことですか？はい。なるほどなるほど。今回キックのチャレンジなんですけども、自信のほどはいかがですか？めちゃめちゃあります。何回ぐらい目指しましょう？8いきたいです。新記録、はい、ぜひ目指して頑張ってください。お願いします。はい、お願いします。よーい。残り5、4、3、2、1。はい、帝京大可児高校サッカー部の皆さんに来ていただきました。本日よろしくお願いします。
お名前とポジションお願いします。竹内光平です。ポジションはゴールキーパーです。得意なプレーとかありますか？パントキック。お、パントキック、はい、おどういうケースか、低弾道的な。あ、そうです、低弾道。ちょっと一発ウォーミングアップがあったら蹴ってみましょうか。蹴ってみますか、はい。おお、いい軌道、いい感じ、いい感じ。ナイスキック。それではいきます、よーい。残り5、4、3、2、1。ミッドフィルダーです、内藤和樹です。得意なプレーはありますか？得意なプレーはシュートです。お、どういう系のシュートを得意ですか？あ、ミドルシュート。おー、いいっすね、なるほど。今回まあバーってなんですけど、多分いろんな球種あると思います。そのちょっとストレート系とか、あとふんわり系とか、ちょっと巻きながらとか、どういう系でいきましょうか？ふんわり巻きながら狙いたいと思います。いいっすね、ぜひ最高記録目指して頑張ってください。はいはい、よーい。残り5、4、3、2、1。いや、4回記録出ましたけど、今のお気持ちはどうですか？いや、嬉しいです。いや、今のところ今日一ですね。最高です。今日の、はい、ベスト記録出たんで。ありがとうございます。いや、やっぱあの狙い通りこう巻きながらいい感じのキック蹴られたんで、ナイスキックでした。ありがとうございます。お名前とポジションお願いします。内山ハルトです。ポジションはセンターバックをやってます。得意なプレーありますか？得意なプレーはセンターバックからの後ろからの運びとか。あー、いいですね。そういうセンターバックめっちゃ助かります。あの一緒のチームにいたら、はい、あの参考にしてる選手とかいますか？参考にしてる選手は、まあ、レアルのレアルじゃないですけど、セルヒオ・ラモス選手が参考にしてます。あらゆるプレーがもう全部うまいですよね。はい、とてもうまいです。それではいきます、よーい。残り5、4、3、2、1。帝京大蟹の筒田颯太です。ゴールキーパーです。得意なプレーありますか？セービングです。おお、いいですね。なんかキーパーによって右に飛ぶのと左に飛ぶのはなんか得意な、なんかある説あるじゃないですか、はい、あれってどうですか？左の方が得意ですね、飛ぶのは。あ、個人的に、はい、個人的に。ありがとうございます。なんか参考にしてるキーパーとかいますか？まあ、いないですね、特には。あ、なるほど、はい、了解です。うちのゴールキーパーの先生が、尊敬してます。ああ、ということなんですね。はい、おー、チームのキーパー。あ、なるほど、なるほど。はい、今回バーテなんですけども、目標回数何回ぐらいやりましょうか？目標は5回。ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。ます。それではいきます。よーい。残り5、4、3、2、1。メモ大輔です。ポジションはバックです。得意なプレーありますか？得意なプレーは、ヘディングです。おー、いいですね。目標回数何回ぐらい目指しましょう？目標回数は7回で7。いきも、いきも。それではいきます、よーい。残り5、4、3、2、1。はい、浜松開誠館高校サッカー部お越しいただきました。本日よろしくお願いします。お願いします、お名前とポジションお願いします。菅原太一です。ポジションはフォワードです。フォワード、得意なプレーとかありますか？
得意なプレーは、背後に抜け出して、ゴールを奪うことです。あー、いいっすね。足速い。まあ、そんなでもない。そこそこ。あー、なるほど。じゃ一瞬の駆け引きで裏取って、はい、いやー、ゴールゲッターですね。いいですね。それではいきます。よーい、残り5、4、3、2、1。初め響きで、ポジションはディフェンダーです。ディフェンダー、サイドバックですか、センターバックも。3枚のセンターバックの右です。ああ、なるほど、3バックのってことですね、はい、なんか参考にしてるプロサッカー選手とかいますか。プロサッカー選手はいないですけど、はい、去年の OB の原田歩夢君を参考にしてます。おお、なるほど、いいですね。あの、どういうところ好きでしたか、原田選手。味方への声かけとチームを励ますプレーが素晴らしいと思うので、そこを参考にします。あ、ぜひあの先輩の、接し来られるように、これからサッカーも頑張ってください。はい、はい、それではいきます。よーい、残り5、4、3、2、1。安藤範人です。ポジションはフォワードです。得意なプレーありますか。背後への抜け出しと前線からのハードワークです。おー、いいっすね。前線からハードワークでディフェンスをやってくれるフォワードはめっちゃチームにいると助かるんで、そういうフォワードめっちゃいいと思います。ありがとうございます。好きな芸能人とかいますか。芸能人はバイキングとかノンスタイルが好きです。おお、いいですね、いいですね。なるほど。今回バーテのチャレンジなんですけども、自信の方でいかがですか。5本以上当てれるように頑張ります。ぜひ頑張ってください。お願いします。それではいきます。よーい、田中修です。ポジションはフォワードです。得意なプレーはどうですか。スピードを生かしたドリブルです。おー、いいっすね。あ、マーキュール、なるほど、はい、キレキレな感じで。はい、キレキレです。あ、いいっすね。参考にしてるプロサッカー選手とかいますか。まあ、ロナウジーニョとかネイマールとか、おー、まあ、メッシとかたくさんいます。南米のスタイルな感じで。はい、あ、いいっすね。今回の目標回数何回ぐらい狙いましょうか。まあ、ボールの数だけ、まあ、当てようと思います。おお、いいですね。じゃあ100発100中で、はい、ぜひ頑張ってください、はい、お願いします。それではいきます。よーい、5、4、3、2、1。お名前とポジションお願いします。渡辺成香です。ディフェンダーです。センターバックですか。はい、あ、サイドバックです。サイドバック。おお、得意なプレーありますか。運動量を生かした縦突破と守備の守備です。守備、OK。 運動量でガシガシ上下動する感じで、はいはい、いいですね。頼もしいサイドバックですね。なんか好きな芸能人とか YouTuber とかいますか。芸能人が、はい、ダウンタウンでした。おお、なるほど、なるほど、面白いですよね、はい、間違いないです。それではいきます。よーい、残り5、4、3、2、1。はい、というわけで日大藤沢高校サッカー部の皆さんにお越しいただきました。本日よろしくお願いします。よいしょー、はい、盛り上がれ盛り上がれ、おいしょおいしょ。現在の最高記録7回なんで、それを超えられるようにぜひ頑張ってください。
3でミッドフィールダー佐藤馬です。得意なプレーとかありますか？スルーパスとか縦に作るパスが得意です。おお、いいですね。今回バーテですけども、はい、目標回数何回ぐらいいきましょうか？まず5回目指して頑張ります。ぜひ頑張ってください、はい、お願いしま す, ます。それではいきます。よーい、残り5 4 3 2 1。2年のミッドフィルダー岩井樹です。得意なプレーありますか？縦に裏抜けてパスもらってそのままシュートを打ってゴール決めるっていう。おお、いいっすね。そういうプレースタイル、好きっす。個人的に私は頼もしいチームにいたら、はい。今回バーテンのチャレンジなんですけども、はい、目標回数何回ぐらい目指しますか？5回いければなと思います、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。お願いします。それではいきます。よーい、残り5 4 3 2 1。お名前とポジションお願いします。日大藤沢サッカー部伊藤隼人です。ボランチです。ボランチ背高いですね、はい、何センチぐらいあります？185ぐらいです。おシュッとしてなんかすげえモテそう。ありがとうございます。彼女はいます。おお、いいですね。青春だな。得意なプレーありますか？得意なプレーはロングシュートです。あ、じゃあバーテも結構自信。はい、得意です、得意です。目標回数何回ぐらい目指します？8回いきます。ぜひ新記録目指して頑張ってください。お願いします。それではいきます。よーい、残り5 4 3 2 1。2年のミッドフィールダーの高田渉です。得意なプレーありますか？得意なプレーですか？はい、得意なプレーは、まあ、前線で、まあ、テクニック生かして、まあ、ゴールに絡むプレーです。いいですね。なるほど。参考にしてるサッカー選手とかいますか？参考にしてるサッカー選手ですか？はい、あそこの安葉総志郎選手です。どの辺が彼 の,、はい、ターンからのチャンス作る場面だったり、はい、相当うまいんで。目標ですね。あれは10番です。何回ぐらい目指しますか？まあ、7でとりあえず。ぜひ。それではいきます。よーい、残り5 4 3 2 1。ディフェンダーのクゼベリマです。ポジション、得意なプレーありますか？競り合いです。競り合い、はい。おお、確かに強そう。普段筋トレとかやってますか？まあまあ、はい。あ、いいですね。参考にしてるサッカー選手とかいますか？リュディガーです。おお、いいですね。なるほど、なるほど。今回バーテのチャレンジなんですけども、目標回数何回くらい狙いますか？5本で。ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。よーい、残り5 4 3 2 1。はい、1年のミッドフィルダー藤本アルマです。得意なプレーとかは？裏にスピードがあるんで裏に抜ける動き出しとかは得意です。いいですね。参考にしてるサッカー選手とかいますか？自分は目標にしてる選手とかいないですけど、はい、裏の抜け出しとかやっぱりムバッペとか見てますね。意外と持ちタイプも。50m と何秒ぐらい？6秒3とか4ぐらいです。あ、早いですね。なるほど。今回の、まあ、バーテのチャレンジなんですけども意気込みのほどはいかがですか？いや、キックは結構得意なんで。お、そうなんですね。頑張って5は行きたいように。
頑張ります。ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。それではいきます。よーい。残り5、4、3、2、1。日大藤沢のパクセロイこと斉藤流です。ポジションはゴールキーパーです。いいですね。パクセロイっていうのは、あ、まあ、よく似てるってあのクラスの女子から言われるので。そうですね。なるほど。得意なプレー、得意なプレーは、ヒールリフトからのカッティンシュートです。すげえ、はい、キーパーで試合中にその場面落とせたことはあるんですか？いや今のところないんですけど、イメージの中では常に。あ、じゃあ、はい、まあ、いつ来てもいいように準備はしてます。秘策として残してると思います、はい、してますね。ぜひ選手権の舞台でちょっと見たいな。そうですね、出せるように頑張ります。今回バーでチャレンジなんですけども、何回くらい目標回数？まあ最高記録出せるように、あのしっかり一本一本大事にしてやっていきたいと思います。ぜひ頑張ってください。お願いします。よし、よーい。残り5、4、3、2、1。